7月26日水曜日の全国のお天気をお伝えします。那覇は大きな雨のアイコンがついていますね。南西諸島は雨が降りやすく強まる恐れがあります。また台風の影響で海では次第に波が高まります。マリンレジャーはお控えください。その他の地域は広い範囲で高気圧に覆われて日差しが届く予想となっています。ただ午後は山沿いなどを中心に急な雨や雷雨が心配です。家を出るときに晴れていても空の変化にお気をつけください。また日中は各地で気温が上がる予想です。東京の最高気温36度、名古屋は37度の予想と猛暑日の予想になっています。熱中症のリスクが高い状況続きますので、こまめな水分補給や適切な冷房の使用を心がけてください。詳しいお天気はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。